今週はですね、春の試練祭り第2弾ということで蛍原、はい、さんのパクチー散歩を放送いたしましたやりましたよまあやってたねあれはもうでも、うん、あのちゃんと OK やったでしょパクチーパクパクと言ってパクチーパクパクと返してもらうっていう企画ですけどもあの実際はあの、うん、例えば浅草やったらどれぐらいの、うん、スピードでというかロケ始めてどれぐらいで成功したの、うんうん、いや、えー、っとね、 あのね、うん、全体的にね<う>結構回したよ <laughs>、うん。あそうだから途中で、はいあのー、松本君がイキリさんあも,もういいんちゃいます?」みたいな感じで言ってくれたからイキリさんまだまだ行く気やったから <laughs> <laughs> あそう <laughs>、うん、でもね、はい、なんか最初浅草行って、うん、浅草行って3軒目ぐらいで人形焼き屋さんやったんかな あの言うてくれたねノリノリご主人三い3目ぐらいであれ言うてくれたから俺もうオッケー思うやんだからケーやったらもうそこで終わりやろだからほんだ今完璧オッケーやな思ってまたお前イヤホン取れたやろオッケーってほんだらもう帰ろって言ったらいや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 今のはちょっと遅いですよとかキリさんが言うわけよあれ聞いたら全然遅ないやろ全然 OK やろノリノリやしバッチリやろいやあれはちょっと遅いですよ ダメですダメですとか言って <laughs> 松本も「遅 <おう S 1> かったですね」とか言ってわぁわわぁわぁそなんやんま,あなあまだいってほ <おう S 1> んで他のとこでも言うてくれんねんけど<お>う言うてくれてるやん言うてたないや今のちょっとあのすいませんあのマイクの調子悪かったですともうしょうもないこと <laughs> <laughs> 嘘ついて 結局メイドカフェに行きたいから浅草で終わりたなかったんやうわ最悪やそういうことやね俺最悪俺そういう人大嫌いそうや浅草で終わりやねんまはうわそうもうな行きたかったからちゃんとやってほしいよなそうやねあ来てますよラジオネーム銀行さんねのんに実はそんなこと言ってるけど実は あなたが一番メイド喫茶を楽しんでいたんじゃないですか <laughs> そんなことないよ後半はいや後半はねたちょっと楽しかったけどこのだって犬のゲームとかめっちゃ怖いねんけどめっちゃ盛り上がんねん <laughs> めっちゃ盛り上がってたやめっちゃ盛り上がんのよこちら来てますよテクノは生きているさんね、うん、お二人とも犬のおもちゃにビビりすぎです四十、うん、過ぎの大人が情けないですいやこれほんまに 俺ま三38や。もう。えもう一回やるもう一回。いやもう声かれんねん。え俺、俺も、俺はもうリアクションせえへんで。あの。いいよ、リアクションせえへんで済むかどうかやで、ね、これく。あ、こうトランプがあんのよ。はい、行こう。ほんで、俺から行くで、ほんだら。こう引いて、こうやったら2本日本と。もう一個。あ <laughs>、はあ、日本。日本俺は日本やん。日本。日本では大丈夫よ。 はいし日本これ取るよはい日本日本ばっかりね <laughs> うわあ<ー> <laughs> もう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 襲ってくるも、うん何回怖いねん。これいや本マになれへんほんまなれへん何回怖いねん。これめっちゃ面白いな <laughs> ほんまなれへんこれ何やろこれ <laughs> 全員驚くなやってないあの まれそうになってない人も全員驚くからビッグスラろでも鍋やってなくてもビッくスすいるやろ <laughs> 今の見僕がこう出ましたで出るもん普通になんんも全員負けやんじゃん <laughs> 全員負けやん全員負けのゲームやんそうですねでもこれを可愛いメイドカフェの店員のことをやるともっと盛り上がる、はい、もっと盛り上がる,上がるなこれは実は、うん、あ 3, 3本っていうのもあんねんな3本まであんねん確かにこれはすごいな これすごいでしょ怖えな、うん、黒ひげ終わったかもしれませんね黒ひげ負けたから、ね、黒ひげよりもびっくりするやろこっちのが、うん、黒ひげも大概ハッてなるけどあーあれ難しいとこやなあ,あれはあれでなんかほらキャッチできるとこありえんかああいろ遊び方がバリエーション他にもあるからあ,ーあーまあ確かにねいやー怖かったこれ怖いねほんまにうんいやだからまあ一回行ってメイドカフェいや行くよ マジでい,やあのほんまいつかはいいかなと思ってるからそう僕が想像しとったよりも全然楽しめるとこやね、うん、行こうそう同じ店かわいいのよ同じ店行くちゃったっけあすかちゃんあすかちゃん,ちゃんかわいいのよあすかちゃんと会いに行くわうんパクチーパクパクだけはやっぱり困ってたけどねあんだけ盛り上げ上手なあすかちゃんが、うん、パクチーパクパクだけはもう すいませんって言っとったもんね最後の方もうどうしていいかわかりませんすいませんってだからよっぽどなんやな思って謝らすっていうのが困らすなアスカちゃんはいやそうやねでちょっと申し訳ないなっていうのはあってんけど写真も一緒に撮れるしねそれねうん。ちょっと俺試練やらなあかんの今度はもう宮迫さんはい。あの、当たり前クイズで負けたんで宮迫さん試練をうん うん、別に2週連続かどうかは分かりませんよそんなまあそれは状況によってだね、うん、ええー、めっちゃ嫌全く俺と一緒のことでもいいよ嫌や,やもうほんま試練やね一番嫌やん,ほんまに一番嫌な試練や <laughs> ほんま大概よ、うん、もう嫌俺ほんまにあの賃金が一番嫌や俺,俺もわ <laughs> かるやろあれわかるあれ俺こっち見てて目の前でこうー抜いて、うん してるもういきりさん見てる時にもうえずいたもんほんまだってあの先週な黒沢ドッキリで来て気使って王将の餃子持ってきてくれたやんね終わってから食おう思たけど俺それチンゲで食われへんだから食欲なくなってほんまにあんなに好きな餃子がうわもう嫌食欲なくなったもんあれ俺あの一緒になプレゼンしてる側やんか ドッキリを、うんやのに俺こいつ仲間じゃないと思ったもんだって <laughs> こいつ敵やと思ったもん <laughs> 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 もう嫌やさいやまあだからなはいあるよ宮沢さんほんま試練いや,やもうこの人たち、何考えるかわからんからしんどいわ頑張ってや、うん、多分スペシャルウィークでしょ。次の。 分からん、それも分からんか。分からんけど、ちょっと期間置いて、練りに練って、やってもらうからね。ほんまに。ああ、もうほんま声出ええんのにつらいわ。でもこのポッドキャストも、前も言ったかも分からんけど、アンガールズの山根とか、あ聞いてくれてるからね、ポッドキャストまで。言てたあれ、びっくりしてたもん。 本番終了後に撮ってるって言うたら、びっくりしてた。あ、そうなのや。ど,どう、<っ>どう思ってた?。えっ、いや。あれはあれで。うん、あの、なんか。別日に来てると思ってた。来てるみたいな。うん。ああ。わざわ、ざ、けえへんで、わざわざ。なあ。なあ。その <laughs> <laughs> たなあ。<laughs> 何年かぶりに、そのたなあ。<laughs> <laughs> でも、ファンがいてるっていうことやわ。 みたいにねすやな黒沢もなんか漫画家の何やったっけえっと島尾真帆さんも聞いてくれてて一緒になんかこのラジオのことをトークしてるって言ってたしょっちゅうああそう今日のこれは面白かったとかあいつの友達関係よう分からへんな意外と幅広いやろ幅広いんかすごい友達おらんそうやけど意外と広いすやな 黒さなんなんやろあの人なのに恋人ができないでしょ恋人はできないね恋人は無理、ね、恋人ねできてほしいな、うん、でも村上も大島もできたからね前で村上どうやねんね大丈夫か全然大丈夫でしょ新婚ほやほややからねもうあれ初夜終わったからそうだってもうもちろん一緒に住んでんじゃろだっまだや言うてたあまだ記者会見の時はまだや言ってなうんいやそりゃやっとるでしょ いや分からんでそうなんな出会ったど,どうするどんどん切れくなっていったら <laughs> 村上うわ綺れ <laughs> くなっていくもんやで、ね、でもなるか女性はなるまぁ、あ、でも村上はほら体型はあれやけど、うん、まぁなんかパーツパーツは可愛らしいんちゃうの多分かわいないか <laughs> いやももう考えのでも結婚できたからよかったやよかったよかったそこはね黒沢さんですよ本当あと黒沢さんはこのべしゃりブリンがついてるからええんちゃう黒沢のダイエット企画やったやんかやったなええでもあいつ痩せてほしくないもんお前やなもっと太ってほしいなこのままでこんな感じでおってほしいもん前な。面やな面白いもんな面白いもんあのまま行ってもらおう

あ佐田が大好きなはあ懐かしい、うんえー、宮迫さん蛍原さん前々から思っていたのですが森山中の黒沢さんって大島、うん、監督そっくりですホ似てるわ大島監督ああああなるほどああ オシムの方が知られたのが後なのでオシムが黒沢さんに似てるっていうか骨格とか本当によく似てると思います <laughs> ほんまやなるほど似てるあなんかできそうやなやってほしいなもっと太った方がもっと似るこれええわオシム監督になってほしいオシム監督これから言おう <laughs> オシム監督のあいつらと会うたら黒沢、うん、あ,あれ 今日監督いらっしゃってるいいねその企画もれなあと僕ちょっと一個来年に向けて1年ぐらい時間かけてちょっとやりたいことがあんねんけど吉本男前ランキングっていうのがあるじゃないですかこの間もあったね今年は A の井上はい 吉本一男前なんは東野浩次やと思ってるんですよ、うん、<laughs> それで何とかこの1年かけて来年の吉本男前ランキング1位に東野浩次という名前をこうやっぱり掲げたいんですよ、うん、1位は難しいんちゃうかいやだからこれをね皆さんの協力でねほんでこれは僕本人にも言いましたんで、うん、あの東野浩次1位計画を僕やってもいいですかと、うん、あでもほら福田が 五位,位かなんか入ったやろいやもう東野さんみんなよう見たことあるいや、うん、みんなよう見てほしいねうん、うん、いや男前ですよ男前やであれ、うん、あれって怒られるけど <laughs> あの人、うん、男前なんよ実は顔いやもうあの顔も身長も高いし、うん、そうスタイルもええしね、えー、だって芸人の中じゃめっちゃ高い方でしょ、うんうん、そう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 まあそうやな あれみんなね、見てないんですよ、ちゃんと東野さんを。でもさ、あの福田で5位になれるってことはさ、うん、1>, 1位可能性あるよそんな、その。あるあの福田の5位が今まで分からへんあれ。うん、なんかおかしな組織票ですよ、あれ、うん。そうやわ。面白かった誰かの組織票で。そうやわ、そうやわ。絶対ですよ、んな。そうやわ。なでも、東野さんは、組織票とか、組織票でもええわ <laughs> 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 いや。 あの、そこに1位になったら、ちゃんと、も見てくれるやんか。あ、ほんまや、そうや。見てなわ、男前やわ。なあれ、どうやって、でも、そんな。いや、ラジこう、パッドキャストとかで、こう、聞いてる人に、もし、もしね、聞かれたらって。聞かれたら。あれき聞くもんな。聞くのかななんやろなんか、あんにあるな、でも。うん。応募じゃないですかね。すんのかな。うん。 もしあのできるんであれば東野さんに入れるということで、うん、東野さん入れてほしい清木一票こう1年かけて終わりました来年の男前ランキング楽しみやなと思ってまあ1になった時に俺らと入れた人が北総園出るってことでしょ、うん、そう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 いうの好きそういうの好きっていうか多分本人意外と一番喜ぶと思う <laughs> 来てもらうもう1になった日暁には来てもらおうか とりあえず、あの、電話で頼むわって言ってたわ。うわ、めんどくさなった <laughs>。そういう性格が、あの男前をね、曇らしてるんですよ、ね、あの性格が。そうやね。な、ね、めんな、うん、まあ、まあ、そういうのもちょっと考えつつね。はい。はい。じゃ